S です。 A です。サです。うわー久しぶり久しぶりということで今日は S ちゃん久しぶりです。久しぶりです。最後に遊んだのいつなんでしょうかっていうレベルで久々なんですけども、うん、今日は午後3時ぐらいから遊んでます、うん、実は。で、そう今日は S ちゃんと遊ぶ1日みたいな動画を撮ろうと思ってます。はい。で今からお菓子パーティーしたいんでね、お菓子を買いに行きたいと思います。パパからね1000円もらってきたので、うん、この1000円でお菓子を買います。ちなみにパパが、お使い、うん、パパポテロング食べたいって。ポテロング、あ、オッケー。ポテロングなかったらチップスター、これ覚えていこう。で今からこれを持って、これ S ちゃんの彼氏だったら嬉しいかもらしいんで、彼氏さん連れて行きたいと思います。レッツゴー。イエーイ。コンビニかスーパーか悩んだんだけど、スーパーの方がいいなって、安いからねということで来ました。なんかさポワンってなってるカップルの持ち方やん。ただ身長差ありすぎてさ超斜めないよ。そうだね。えぐパパのなんだっけ、ポテロング、あったはい、オッケー。じゃあ私たちの見に行こう。こっちの方がある、おっきいお菓子こっちある。あ、オッケー。何がいい、何がいい。だからさ、そんな近くなくていいんだよ、画面からこんぐらいの距離で見てるけどさ、ちっちゃいコーナー、あ、大好きです。はい。ね、酸っぱいガムやる？二人で。やる？ほぼもうずっとやる？三人でやろうよ。どっちがいい？え、そうだ。そうだ、これ？これ？そう。選び終わったのでレジに行ってきます。何これ？行くよって意味。あ、行くよってことね。買って帰ったら何買ったかを紹介しようかなと思います。はい、帰ってきました。せーの、ただいま。1、2、おかえり乗ってくれた、知らないのに。じゃあ何を買ったかご紹介したいと思います。はい。まずパパからのお使い、ポテロングありました、拍手。飲み物、私ミチアサイダー、エシちゃん、なっちゃん、はい、どうぞ。ありがとう。続いてお菓子、片揚げポテト、私だね。エシちゃんはね、別に今回大きい持ってきてくれたんだよね、今日お菓子。イエス、ありがとうございます。濃厚コンソメ味、ポテトチップスと、シミチョココーン、エシちゃん大好きのもうあるから。エシちゃん、じゃがりこ、これ何味、じゃがポット、私食べたことない。うまい、うまいよ。普通の味とたらこしか食べたことない。たらこにしようか悩んだんだ。悩んでない、今たらこ忘れてた。あ、たらこが良かったの、あったよ隣に。そう、え、今思い出した、たらこ最近ハマってんの、たらこに。あ、そうなんだ。で、これこれいつも食べてるね、ポテトフライ。これヤングドーナツ、これマジでハマってる。食べたことある？あるある、うまいよね。うまいよね。で、あとはパパと3人でそのまんまグレープ、違う、間違えた、そうだをやろうっつってね、うん、できたんだよね。で、感じです。ポテロングもだね。じゃ行きましょう。はい、パパがいる部屋に来ました。起きてましたので、はい、そのまんまソーダやりましょう。うん、じゃんけんで勝った人から選ぶ。いいよ。じゃん、これさ、いつも形見るけどさ、あまりわかんないよね。はい、じゃんけんで最初はグー、じゃんけん、はい、つってない、パパ負け、はい、しかも最後、最初はグー、じゃんけん、ぽい。まあ、勝手に誰かが酸っぱいの持ってるでしょ。はい、よっしゃ、じゃあ真ん中で、じゃあ私大好きな右で、せーの、いただきます。ほら、勝手にやってる、ほら、ほら、勝手に。おいしい、これ、甘くて。うまっ。いっぱい？うまい？あ、酸っぱいの無理だからさ。あんな辛いの食えんのに。辛いのいけんだけど、酸っぱいのが無理。はい、よく、なんか一個大きかったんだよ、大きいのダメだから。ってな感じでした。じゃんじゃん、じゃんじゃん。よし、カモも食べ終わったことなのでお菓子を食べます。私、片揚げからいただこう。私は
といただきます。これはい、あ、ウスターアイス、あ、いただきます。せーの、キッピー、美味しいですね。じゃ、いただきます。久々、私片揚げ大好きなんだ。うまっ、うまっ。ちょっと今ね、恋バナ的なのを知ってたんだけど、エシちゃんが彼氏募集中みたいなんで、好きなタイプ言って。好きなタイプ、じゃあまず髪型、ウルフかマッシュだけど重めじゃないマッシュみたいな。七三分けとかは、あ、全然好き。あ、好き。そんな感じ、そんな感じ。体型とか、めっちゃ筋肉ムキムキじゃなくて、うん、ちょっと細身なんて言えばいいの、なんかあるやん、少し筋肉ついてるみたいな、ちょっと割れてるよみたいな。そう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 、それ。性格、優しくて一途で、うん、礼儀がある人かな。でこの人は絶対無理。え、DV 絶対無理絶対無理、うん、他絶対無理ってのある。あと礼儀とかがない人、あと店員さんになんかさ強み口調で話す人とかあんま好きじゃないかも。敬語使わないとか。そう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 。自分の趣味バカにされたとかいいじゃない。絶対無理。なんか推しがさ、いるのダメとか無理かも。あと強制的にされるのとか、なんかこの服嫌いだからやめて。あー、無理かも。なるほど。何歳下から何歳上まで平気？え、下は無理で。無理無理同い年から3か4か5 5? 高3 5は無理か。第1え、じゃあ4までかなっていう感じらしいので、皆さんよろしくお願いしますでもさ、私さ、最大年上でもさ高3ぐらいがいいんだよね。制服デートしたいの。それはわかる。あの TikTok 撮ったりとかさ、高校生ならではのあるやん。ちょっと恋愛話をしつつ、今日ご飯食べていくので。やったやったやった、久々に作ったありがとうじゃあ恋バナ楽しんでいきます。じゃじゃーん。はい、なんかごめんね、こんなインスタのやつ感じので、生姜焼き、卵、厚焼き、厚揚げあつもりあつもりが出てしまいました、はい、美味しそう。いただきますか。はい、食べてください。いただきます。いただきます。さっきちょっと話してるところに、うん、ママも割り込んで話してたんだけども、あとでパパにエスちゃんが相談があるみたいで、うん、あれだよね、まあちょっとぶっちゃけで言うと、今エスちゃんは彼氏はいません、うん、いません。はい、募集中です。エスちゃんめっちゃ可愛いわけよ。別にそんな急いでね、そんな彼氏がどうしても欲しいわけじゃないよねって言ったらね、うん、何したんだっけ、エスちゃん。え、なんて言ったんだっけ、うん、欲しいわけって言ったよ欲しいわけじゃないよねって言ったら、欲しいわけって言ったら、そう、うん、欲しいわけって言ったら、うん、まあ、その辺のことでちょっとパパにとも話をしたいなと。こんなおっさんでよければいいまあ食べ終わったらちょっと話しましょう。はい、どうぞゆっくり食べてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、いいえ。じゃあどうぞパパに聞いてみてください。なん、第1回お父さんに聞いてみようのコーナーエスちゃんがあれでしょ、エスちゃんがあの高校の同級生であんまりいいなっていう人がいないんでしょ、うん、他校の人とどうやって知り合うのかなって。他校の人と知り合う、うん、遊び人になれば余裕で知り合えるよ、そんな。あとはバイト先はあれだもんね、そういう感じじゃないもんね。でもいるんでしょ、うん、気になってる人いるけど、気になってるっていうか顔がいいそれさ、面食いみたいやリトルキング、うん、他校の人と知り合いたい。じゃあ、なんかお問い合わせフォームかなんか作ってそこに問い合わせしてもらう結婚相談所みたいないや、S ちゃんと仲良くなりたいメンズたち、高校2年生以上のメンズたちなんかさっき年下は嫌だなんてお宅並べてたからお問い合わせフォームかなんかで作って応募する、うん、コメント欄で募集中って来なかった場合もうマジ黒歴史になる、だいぶいいね。他の高校でも友達の友達しかないよね、そうなると、うん、まあでもそれだよね、多分ね、友達の友達だよね。難しくない、その友達の友達って。うん、うん、そんなことしたら何でもない、うん、世の中は難しいもんだ、うん、確かに学校でつるんでる子の地元の子たちと遊ぶとか、もうそれしかないよ。だって
そこからこう広げていけばいいんじゃない？広げていけばいいでしょ。ちなみにパパはどうやってタコのことを知り合ってたの？お声掛けしてたかな。ナンパってことだよ。そうですね。逆ナンするじゃん、うん、そんな勇気ないよ、うん、ナンパか紹介しかないもんね。出会いなんでね、うん、あとは今で言ったらもうインスタしかないそう、インスタなのね、今ね。だから、SNS とかね、どこの細かの骨かもわかんない。あんなに偽りの塊なんだから、SNS。煽りチャンネルぐらいだよ、お前。こんな、お前。至近距離 YouTuber とかわけわかんないこと言ってる。最悪。そうね、確かにね。あなただけだよ、あんな変顔。無加工でノーメイクでドドーンって始まるの。大体動画の8割は変顔から始まるからな、お前。気づいてるかどうか知らねえけど。まあ、ということで、そうやって知り合ってください。それしか、ほんとそれしかないよね。頑張って、うん、それで、すちゃんが、あの、彼氏ができたら、ぜひ、動画で報告をね、報告をこうやって、こう、サムネこれ、サムネこれ、サムネこれしてもらいたいと思います、うん、はい。ということで、こういう感じで、あの、今日はすちゃんと遊んだよっていう動画でした。楽しかったですか？楽しかった、久しぶりに。超久々だよね、うん。あの TikTok の S サだよ、お前。あ、サだ。自分で作っといてよ、お前。そう、TikTok のサ、うん、あげるのでお楽しみに。2個撮ったからね、TikTok。あ、いいね。あ、本当に。じゃあ楽しみにしていてください。せーの、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。